ったら列のカウンター長井です。6番が三上、列の三上のお兄さんです。長井、長井かわしていった、長井、長井どうする、美智もかわした、長井持っていった、さあ打つか打てるか、打つ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 、サイドシュート決まりました。長井決まりました。その長井が結果を出しました。2点目です。レッズある意味では強引なまでに持っていきましたが、これがまた長井の良さ。ギド監督、よくやるわいというような顔してますがいやこれが長井の見せ場です。そうですね、長井の一番特徴が出たシーンだと思いますね。そうですよね、構わず行きました。そうですね、ドリブル